はいどうも皆さんこんばんは、ゼータのラオリーです。今回はね、僕がランクマの実践でよく使う、患者のポジションを、解説していこうかなと思います。まずはじめは工場ですね。工場、小屋から結構始まることが多いので、じゃあ小屋から解説していこうかな。とりあえず小屋呼んでてハンターが来たってなったら、早めにここの板に入りましょう。ちょうどしましたね。で、大体この外から来ること多いから、ここも先倒し。これ、安定ね。小屋の。で、ここで割れ窓を使うんやけど、こっから3板に行く場合ね、ここ。ここ強い。ここまず一つ。小屋から3板に行く場合は、ここの鍵詰め。余裕があれば別に使わなくてもいい。割れ窓でここの板まで間に合うよってやったら、ここを普通に行って先倒しすればいい。でもここ結構強いから。なんかこういうシチュエーション、そうやな。一旦この上を引きつけて。そう、こんぐらいの距離感で割れてて、間に合わないって時はここ。ミスった!ちょっと待って!ちょっと待って!取り直し取り直し。ミスった!ちょっと待って。じゃあちょっともう一回やるわ。この辺でさっきの距離感で割れてるときに、ここね、ちょっと上の方がいいかな。ちょっとね、上の方を狙うと、成功しやすい。オレンジのやつ使うとちょっと失敗しちゃうんやけど、このなんか棒刺さってるところら辺狙ったら、いけるんちゃうかな。で、ちょっとね、距離が必要、感じゃって。この近すぎるとね、失敗するんよ。こんな感じで。だからちょっとある程度、この辺かな?この辺でなんか、やれば、結構うまくいく。鍵爪がなんかこう、突っかかったりする人は、ちょっとね、上の方、できるだけ上の方を狙うことを意識するといいかも。ちょっとね、下すぎると失敗したり、突っかかったりするから、この鍵爪狙うときはできるだけ、もうこの、構えてて、その一番上のとこにこう、出た瞬間にこうすぐに引っ掛けて飛ぶと結構光伸びるかな。で、小屋から次南に行くときやねんけど、ここの木やな。ここの木って、ここの木でこう窓枠を越えるの結構強いな。ここ結構覚えといた方がいいかも。逆からもこうやってできないけど、小屋から南行きたいなって時はこう、そうやな、この窓枠乗り越えて、ハンターもこう窓枠から乗り越えて追ってきた時にこっち側行って、でここ引っ掛けてこうしてそのまま南行ったりすると結構強いかな。で、あとは普通に南で適当に。で、この辺はね、臨機応変に使えばいい。でもあんまりね、強くない。この辺は結構よじ登るやつやから。この辺でなんか白いの使ってもね、あんまり効果ないかな。この辺はね、あんまり使わん方がいいと思う。追い方にもよるんやけど、こっち側からこう、こう割れてて、そろそろ殴られそうって時に、ここ、登って回避するぐらいの使い方は全然いいと思うけど、基本的にその距離が取れてて、全然殴られへん時にこの辺でちょっとこうやって使ったり、するのはあんまりないかな。だから基本的にこれ使う時は、ポジ移動かな。例えばその南の板、ここも先倒ししちゃって、あれで突っかかった。で、ここの板は結構強いんやけど、あそこの板ね、結構弱いんや。だから、ここの板使っちゃって、もうここポジ移動せなあかんなってなった時に、この、移動中に、こんな風にね、気に引っ掛けて、こう距離取って、で、次の小屋のポジションに行くっていう、ムーブが結構強いかな。でね、このキーも結構強い。ちょっと待ってくれ。
そう、南、まあ結構ね、南からチェイス始まることもあると思うけど、南のなんかチェイス方向で強いんが、結構ね、その、まあ、ミチコとかそのイタグルできそうなやつは、この、ここの2枚たでずっとぐるぐるしてんやけど、その監視者とか、そんな感じのその閉じ込められるとちょっと、きついかなってハンターは、あの、ここ先倒しして、あの、あそこ割ってる間にね、こっち行ってね、ここの窓とね、そろっと乗り越えんのよ。で、こう、割れ窓とかで行って、で、ここの木かな。ここの木使って越えに行くとめちゃくちゃ距離取れる。あの、先倒ししてあそこの窓枠そろっと乗り越えるのは、あの、なんやろ、感じじゃなくても全然強いから。これは覚えとくといいかな。まあ、あとはそうやな。この南から工場行きたい時とかは、普通に、まあ、これに引っ掛けて。これはちょっとでも使いづらいかな。まあできるだけその上の方をめがけてやってると、まあちょっと距離取れるかな。まあ、工場からのポジドはもう適当にね、その辺の木引っ掛けて、ヒュッて、行くのがいいかな。うん。この辺はね、あんまりその、鍵爪ポジっていう、その、なんやろ、ザ・鍵爪ポジションみたいなのがないから。うん。工場からその、サン板とか移動するときはもう適当に、この辺の木に引っ掛けて、ヒュッて、距離取るのがいいかな。でね、ここ、何やったかな？ここなんか乗り越えれるみたいなのあった気するけど。まあ、ここもちょっと強いかな。うん。まあ、使えるなんか、タイミングというかあれは限られてるけど。まあ、3枚いたから、工場行くときとかは、ここ使えるかもしれない。まあ、ちょっとでも今ミスっちゃったな。ミスる可能性もあるから、まあ、そんなに、ほんまに危ないときだけ狙うといいかな。うん、ここも一応覚えておくと、まあまあまあ使えんことはない。うん、結構強い。ここの窓はちょっと覚えておいてもいいかもしれない。まあ僕あんま使うことないけど、工場の患者でこのポジション割となんか工場ってその工場からチェイススタートするか、なんか小屋からスタートするかやから、あと、だいたい工場呼んでるからさ、人。あんまりなんかこう、工場に、こうやって行くっていうのは、少ないかな。うん。まあでも、ランク帯によって、その、反対の立ち回りとか、違ってくるし、まあ、使える場面あるかもしれん。まあ、こんぐらいかな、工場は。マニアとはもう適当に、木に引っ掛けて、距離取るぐらいの、使い方でいいと思う。うん、この辺もね、あんまり強いポジションないからな。うん。一応これ言うこともできるけど、そんなに強くはない。まあ、殴られそうになった時に、こう、臨機応変に使うっていうのがいいかな。うん。まあ、あとはカラスからこうやって行く時とかも、普通にもう、この辺の木にかけて、こうやって距離取るだけで強いから。うん、まあ、工場はこんな感じですね。はい、じゃあ次は境界編見ていこうかなと思います。まあ境界もね、結構あの強いポジション多いんやけど、やっぱ境界患者の一番強いのってこの境界内なんやね。うん、境界内がべらぼうに強い。でちょっと一番最初にあの境界で一番強いポジションを紹介しておくと、ここ、ちょっと待って、ハンター来た。ちょっと一旦見本見せるわ。こう、いい感じの感じで割れてるときに、ここやな。これ。これがね、一番強い、境界は。これするだけでもうめちゃくちゃ距離取れる。だからまあ、使い方としては、その、
まあそうやな、そのここの窓枠越えてちょっとまあある程度距離は必要やけど、まあ越えてからこのこんな感じで無理やり境界内行って、でもここのポジションここに引っ掛けて、あっちょっとこれ角度これ失敗例ね、ごめんごめん。こっからやるとね、結構その失敗しやすいんよ、その手前のところに引っ掛かってる。だからまあやるとしたらこっちからがいいかな、うん、こっちはねちょっと難しいからちょっとね角度つけなあかん、こんな感じで、うん、ちょっとまあ方向は結構大事で、ここの使うとき、こっちから来てこう行こうって時はちょっと難しい。この辺かな、この辺からこう、ちょっと難しいんやけど、まあポイントとしてはここかな、この暗号機とこの椅子の間ちょっと越えたあたりから、うん、この辺のエリアでこの何やろ、柱のなんかこう唇みたいな形のとこあるやん、このわかる、この唇みたいな形のとこで、この唇めがけてやって、あとはこう微調整で窓の方にこうカメラロール抜けると結構やりやすい。うん、まあ一番やりやすいのはこっちかな、まあ、例えばその墓側からその墓板全部使ってからここ来て、でまあここ乗り越えてからこう唇めがけてこうする、うん、これが一番強い。まあ、あとはなんかカーペットからその境界内入ってきてここ使うっていうのも結構やりやすいかな。まあでもこのカメラワークのその調整めちゃくちゃ難しいから、これはちょっとカスタムで自分でちょっと練習した方がいいかな、うん、まあ境界でその一番覚えといた方がいいポジションここかな、ここが一番強い。まあ次にカーペットやねんけど、まあ、カーペットもね、結構強い。ここかな？ここのキーと、ここのキーがね、割かし強い。まあ、そうやな。まあ、例えば、その、墓側からこう、なんやろ、中央行きたかったけど、中央がなんか、誰か、なんやろ、回してて解読できひんときは、その、こっち側行って、で、ここのキー。ここのキーで、この柵乗り越えて、こう行くみたいな。まあ、救助の時とかめっちゃ使える。味方がここの椅子つられてて、まあ、自分がここ。ここ使って、こういったら、もうあとすぐ救助できる。ここをカーペットの木強いから、覚えておいた方がいいかな。で、まあ、あとここ、ここもね、結構使える。こういってこう。こうすると壁越しにハンターと距離取れるから。でここもね、ちょっとね、上の方、できるだけ上の方を目指してやると、あんま突っかかない。ちょっとね、この下すぎると、こうやって突っかかる場合があるから、ちょっと待って。痛いなぁ。何すんねん。うん、ちょっと下すぎると、こう、まあ、今のはいけたけど、突っかかる場合があるから、できればこの上側の屋根かな。上側の屋根に目をけて、こう、行ったら、失敗しに行く。うん。まあ、カーペットはここと、この屋根と、あの木が強いから、この3つ覚えておくといいかな。うん。ここはもう追い方によって、こう、リーチを使い方を変えていただければ。で、墓な、墓難しいよな。墓でね、唯一強いのはここだけやと思ってる。墓はね、正直あんまりいいポジションない。ここもね、こんな感じであんまり距離取れへんねん。だからオレンジはね、基本的に使わない方がいいかな。あ、今ちょっと失敗したけど。これね、全然距離取れへん。乗り越えてるモーションとこの落ちてるモーションのこの時間のせいでね、全然ハンターと距離取れへんから、基本的に患者使うときはこの白。白で、こう、できるだけ高いとこ、使って、こう、距離取るのがいいから。ほんまになんかもうオレンジは、なんやろ。
もう殴られるって時に、こう、もう緊急回避用に使うぐらいかな。うん。患者の常に距離チェイスやから、基本的に常にハンターと距離保って、まあ、こういう高いオブジェクトに引っ掛けて距離取るっていうのがいいかな。うん。墓はね、マジで、この木くらい。強いの。この木は結構強いよ。まあ、使い方としては、そうやな。まあ、ここ読んで、あ、難しいな、でもここの木も。あんまり使うシチュエーションないかも、墓は。うん。墓はちょっと自力で、板とか使ってチェイスして、今、墓から下着行きたいときは持ってきたのに。やな、まあ、ここ、あんまり距離あかんけど、まあ、これでもいいし、まあ、ここかな。うん、ここの木とか使って。日陰の方に個人動するみたいな。まあ、墓はちょっと自力で頑張って、墓から次のポジションに行くって時に、この木とかで、個人動するっていうか、うん。墓でこれ使ってチェイスするのはあんまりおすすめせんかな、うん。よし、じゃあ次は日陰かな。まあ、この辺もね、あんまり、ないかな。まあ僕が一個だけ見つけたのはここの木。ここの木のちょっと上の方をやって、ここ越えて距離取るみたいな。ここもね、ちょっと失敗しやすいし、角度が結構シビアやから。まあ北陰もね、あんまり、ないかな。うん。まあ、ほんまにもう、ちょっとこの辺で使いたいなんですけど、こんな感じで。雑に使って、ここの板まで行くみたいな。使い方ぐらいかな。ここはちょっと使えなくても。まあ、D、ここ使えるかな、ぐらいかな。ここも言うて、使いづらいけど、結構。うん。まあ、下着エリアはあんまりない。ただ、その、北着から公園に行きたいときはめちゃくちゃ強いのがあって、まあ、そうやな、ハンターがこう、北着来たって時に、ここを先倒しして、この割ってる間に、これ行きたいなってなったら、ここ。ここはめちゃくちゃ強い。これはめちゃくちゃ距離取れる。これ逆側からも使えて、小屋から小屋解読してるときに、ハンターがその北壁から来たってなったときは、その、こっち側に逃げて、ここ。うん。これも結構距離取れるから。ここは覚えておくといいかも。ここはそこそこ使える。で、その豆知識として、その小屋のチェイスやねんけど、なんか小屋来そうってなった時は、あらかじめ小屋裏いるんよ。ここ結構強い。あんまり知られてないけど、この小屋裏。ここの小屋裏結構強くて、この窓からハンターの姿見えるんやけど、ハンターはこっちの姿は見えてないんよ。だからハンターがこの左から回り込んできた時は、こう距離取って、で、ここの窓からこの中に入ってくるか、裏から来るか見て、裏から来てたら、こう、ちゃんと、こっちの窓を見てて、で、逆に、その中から来てるってなったら、もう、ここからスケスケやから、こう、逆側に距離取ってってやると、もう、小屋裏だけでね、10秒か20秒ぐらい稼げるから。うん、ここのポジション結構って。で結構、その、小屋、ま、そうやな、壁北とかにスポーンして、南壁からハンター来るなって時は、一旦ここに、逃げ込みといこう。で、一旦ここに逃げ込んで、ちょっとこの辺で様子見して、窓から。で、まあ、あっちから来たなーってなったら、こっちから、この割れ窓で、どう変えないといけばいいし、まあ、逆にこっち側から来てるなって時は、こっち側走ったらいいし、うん、ここは結構強い。バレへんこともね、結構ここにいると。ここにいるともうハンターはこっち側見えへんから、そのまま北切ってくれたりすることもあるし、この小屋裏のポジション、結構強いから、覚えておくと、いいですね。はい。で、これはね、ここはまあまあするから。うん。この窓枠に引っ掛けて、こう、距離取るのは別に強い。あ、これちょっと失敗したけど。ちょっと角度が、すげえ。な、小屋外から小屋中行くときに使うのね、ちょっと難しいから。うん。角度つけすぎると失敗するから、ここ行くしかないんやけど。地下室あるとこ落ちていっちゃうと戻らなかったら。ここ地下室ないときはね、普通にもう、うん、地下室ないときはここ突っ込んで、まあ、こう行ったらいいんやけど。
っちにしたらときはちょっとあんまり小屋外から小屋中のあれは使いにくいから。でもこっちからその外出る分には結構強い。これでだいぶ距離取れるから。まあ、あとはここやな。うん、ここもシンプルに消える。小屋のこの窓枠2つは覚えておくといいかも。うん、結構その、なんか小屋から教会内行きたいって時はだいぶ使えるこれ。これで結構取れてるから、うん、これの2つはこんぐらいかな。あとはね、壁側でもね、正直あんまりない。てか境界チェイスでこのこっち側使うっていうのはね、避けた方がいいなるべく。今ね、そのこっち側でチェイスできるハンターってなかなかおらんくて、別にね、こっち側弱いから、監視者とかも1個置かれるだけでもずっと足遅いし、こことかもね、結構閉じ込めやすいよね。ここ監視者ポンって置いたり、まあ、監視者なくてもここ閉じ込めてこう、なんやろ、遠距離アイテムでこう一発みたいなのあるから、まあ、こっち側でチェーンするのはね、できれば避けた方がいいな。まあでもこっち側でチェーン使おうとしたら、まあ、ここの P ぐらいか。うん、まあ、南壁でなんかこう回してるときに瞬間来たってなったら、ここ使って境界内の方に距離取るぐらいかな。まして、こっち側はそんぐらいしか思いつかない。一応ここの剣使えんことはない。こっち側からかな。あ、ここ板倒して、あ、ちょっと待って、水が。上側やから、こういう感じで逃げるのはちょっとするけど。うん、あの、こっち側ほんまにこんぐらいかな。ここも結構ね、上の方、やらないと、ずっとかかるから。壁側で使うのはあまりおすすめしない。まあ、せいぜい、ドンキーぐらいちゃうか。もう適当になんかこう高い金にかけて、とりあえず距離取るぐらいの使い方しかないから。こっち側は。うん、とりあえず木に引っ掛けるときはできるだけ上。できるだけ上めがけてやると、距離伸びるから。とりあえずなんかま雑に引っ掛けて距離取りたいって時はできるだけ上の方やると距離が伸びる。うん。まあ、境界はこんぐらいかな。まあ、境界はとりあえずもう5個目出せばいいわ。ここがとりあえず一番強いから。強調ポイント。もう唇磨けて、あとは窓を越えるだけ。うん。境界はこんぐらいかな。